はい、コスモクオークションのミラクルのご案内です。なんとですね、斉藤次長、去年の年末倒れました。3週間入院しましたね。その音、それと同じような今日痛みがあったんじゃないですか。そうなんですよ。ちょっと2日ぐらい前からなんか違和感あるなと思いまして、今日朝起きて仕事行こうと思ったところですね、こう階段を降りてる、この階段を降りる時のこの足をつくとこがもう響いてお腹痛くなっちゃったんですね。そうですね、はい、で先ほど病院の方行ってきまして、そしたら炎症がひどいと。血液を取ったんですね。そうですね、血液検査で炎症数値がかなり高かったんですけども、はい、まあこのミラクルを前回3週間入院した時もこれ飲んだら急に良くなったんですよね。そうなんですよね。で今回これ飲んでみたんですね、はい、そしたらどうだったんですか。病院帰ってきて社長がもう机の上に置いておいていただいて、今そうですね、服用してから大体30分ぐらいなんですけども、力道山見たくなっちゃったんですよね。本当にこれびっくりですよ。本当ミラクルですね。本当にこれでなんか病気になっても怖くない。怖くないですね。ですけども、もちろん食生活改善していかなければいけない部分もあるかなと思ったんですけど、これすごいですね。すごいミラクルです。本当に助かりました。大人気すぎて今欠品中なんですよね。6月ですよね。これギリギリ。これですから。あとどのぐらい、これギリギリですよ、本当に。あとこれ、すいません、気をつけますんで、1日1個ですかね。はい。多分半分を、はい、1日半分ずつを1日、うん、これすごい免疫力上げますからね。すごいですね、本当に。今何ですか、力道山ですか。今、こうだったらこうですね。はい、ミラクル、よろしくお願いします。すいません。詳しくはコスモクウォークで検索。